できる感じが。あの民主警察のね、これ一つの制度なんですが、あの警察の業務についてこの被害を受けたり不満があったりした場合は文書でもって公安委員会に申し立てることができると、その基準条約というね行政への手続きなんですが、これをやれば県警に対して県の公安委員会が調査を指示してちゃんと回答しなければいけないということになっているわけです。刑事告発とはこれは別で民主警察の一つのね手続きですから、それをすることによって県の公安委員会というのは県警を管理するね役目なんですよ。具体的にそのこういう警備活動に対しては指揮監督するね権限がないんですが、少なくとも県警をね、これ以上我々はね無理して引っ張ったりする顔がからなり業績って手柄を立てさせないように無抵抗全く手足をね動かさないように口実をね与えられないようにね囲むようにブラッとなってください。引っ張られたらねいいですね。毎日毎日君たちのせいで皆さんが名護市民を決め、北部の皆さん、迷惑だ、君たちの違法行為を継続、この場を見たら、誰が議長さえだろう、君たちが君たち機動隊の車が、車両が道を塞ぐ、これだけのこと、毎日繰り返してね、どれだけ警察に染まってる、君たちの暴力でどれだけの人が怪我してると思ってる、分かってんのか、それが分かるなら、手袋ぐらい外してこいよ。道路において交通の妨害となる、これから先まで一人一人絶対に怪我させるなよ。君たちの手袋でね握ったまま擦ったりしてもね、それだけ怪我が出るんだよ。炎症こそんだ品が、そういう被害がたくさん報告されてるよ。交通の妨害となるほか、道路交通法の道路における禁止行為に該当します。まだバリケードも開いてない、速やかに道も開いてない状況から道を下がるか、君たちはちょっと過剰すぎないか、招待者は止まってるだろ、君たちが分かるとこうなるんだよ。はい、皆さん整然とお願いします、整然とお願いします。はい、増えるためだよ、準拠しないよ、これだけ道を塞ぐ必要がないか、はい、公認ですね、絶対に防衛を決めろ、お前は防衛を決めろ、お前は防衛を決めろ、
3台しか来ない、その作業者のために来られてる工場が暴れる可能性が出る。これだけ大きな人間を弾圧しています。はい、皆さん、私たちは騒然と交換します。騒然と彼らに対しては不協力の態度をお願いします。彼らに一切協力する必要はありません。はい、一回やれ、一回バンバンやれ、としてやめろ、みんなやめてるぞ、暴力をしっかりと取られてるぞ、暴力やめろ。はい、あとこの場所でセクハラ行為が行われてる。暴れないでください、暴れないでください。セクハラ行為と通案せたら、やめろ、はい、怪我させるなよ、手を握ってるするなよ、両手で足ばったりはいいぞ。何を追着してる、椅子を掴まないでください。椅子を掴むと椅子が転倒します。大変危険です。椅子を掴まないでください。おばあね、気をつけて、おばあね、気をつけて、あっちに行くでした、押されるの、あっちに、あっちに行くでした。私を疑われたのは君たちがそういう心ではないのか、優しさないのか、君たちの声を閉めてみたいぞ。はい、ゆっくり、ゆっくり移動してください。暴力を許さないぞ。4名、4名、暴力を許さないぞ。君たち、はい、他の人に人権があることを知るな、庶民の権利を侵害するわけにこちら。本日は彼らは犯罪です。彼らは犯罪です。彼らは犯罪です。一人一人人権を持ってる、表現の自由、抗議する自由がある。自由を侵害するなよ。人権侵害を行うなよ。ゆっくり来い。